はようございます、こんばんです。朝本当に気持ちがいいですね。朝の時間非常にどう使うかで全く一日の始まりが変わるか。またこちらバイブルスタイル手帳を使いこなす時代を逆行する分厚い分厚い手帳ですね。この手帳と付き合ってこんなに回数を重ねるとは自分でも思います。もう90回を超えてですね、ずっと愛着を持って使用しています。もちろん中身をちょっと改善しながら、いろいろ試しながら、していますけども、まあ、ペンもそうですね、時折改善しています。このバイブスでしょう。今まではですね、どうしてもそうですね、数ヶ月あるいは1年ちょっとですね、ノートを変えたりまたサイズを変えたりしてですね、ちょっと飽きたりもしていました。しかしこのまあテーマでもあるんですけども、バイブルスタイル手帳を使いこなせというまあミッションのようなタイトルを設けてから、なんとかまだ通しています。こうして手に持っていると非常に心地よくて安心感を持って、このしなる音、レザーの感触、そしてこうして膝の上に置いてですね、何か安心感があります。皆さんなかなかこういう、まあ、手帳、まあ、バッグもそうです、あるいはそうです、ね、カメラもそうかもしれません、ペンもそうですね、何かこの自分のそばに置いて心地よくなる、こういったものですね、一つあるとですね、また違った時間があります。今回、こちらで、毎回書いている比較表ですね、昨年との比較表、こちらも続けております。今まではですね、この昨年の比較表、終わった後少し思い起こして、書いていましたが、最近は少し1ヶ月先のですね、比較をちょっと比較というんでしょうかね、目標も含めてこうしようというのを含めて、書くことによってなのでより、この比較表は生きてくるのではないかなと思っています。ではスタート。窓からの光のレザー感もいいですね。まあ、時折まあメンテナンスをしているので、いい状態かと思っています。そして開けた瞬間、まあ、いつもの光景ですが、こういう光景です。こちらの単語高温、一日これ後日、ふとした時に、パッと開いたページにですね、少しいろいろものを学ばさせていただいてます。まあ、見てしまうと読んでしまいますね。面白い本です。そして表紙はこのようにオリジナルのイギリスの国旗の半分をあしらっています。そしてファイルワックスのついていた用紙、こういうものも見るのが大好きなんですね。そして一枚黒いページを設けて、ここから、まあ、自分のこととかそのあとは仕事のこととか、あるいはこの前アップした、スケジュール帳が現れます。昨年の
2021年から書いています。今回はこちら2023年、昨年と2020年、これをまあ書き比べることによって、少しでも、いい方向に進めればなと思っています。シャーペンはずっとルイ・ヴィトンのシャーペンですね。まあ、このシャーペンとこのバイブス・ア・テジョの関係性が非常に心地よくて、うん、ずっと愛用しています。2023年9月、ああなるほど、長崎ハウステンボスとかに旅行していますね。あれから1年なんですね。今年はちょっと軽井沢ですよね。軽井沢に来ましたね。これは本当に有意義な旅となりましたね。まあ動画からも伺えるかと思うんですけども、長崎の出張、これは出張仕事だったんですね。そうですね、ハウステンボスは12月ですよね。クリスマスの12月と出張で行ってますね。軽井沢の旅、これ大満足でしたね。なかなかこういう大満足の旅はなかなかないんですが、でまあ、これに対して、どうするかの反省点ですね。まあ行ってもかなり、行く場所が多すぎたかなと詰め込みましたね。夜の9時まで詰めていましたから、これはやはり、行く場所をですね、まあどうでしょうね、2箇所これに絞り込むことができるのかというミッション、新たなミッションがありますけど、この問題点をですね、やはりゆっくりはしていますが疲れ気味のとなっているということが問題点です。これどうするかっていうのが解決策でしたね。まあいいか、解決策はそうですね、まあこの時は、まあ、ゆっくり動くという旅ですけども、もっとゆっくり、な動きが大事かなと思いますね。ちょっともっと意識を強くですね。で10月はですね、昨年は何してましたかね。ああなるほど、有明テニスの森で
木下グループのジャパンオープンですね。これは本当にいい体験でしたね。見て学ぶ、今年もあるんですが、まあ、行けたら行きたいなと思いますね。一つの目標を設定しましょうか。それと、あとは、そろそろこの秋のソロキャンプに挑戦したいなと思いますね。どうするか。まずは、ジャパンオープン有明テニス、これはちょっともう予定に入れ込んじゃいましょう。そして秋のひげ、これはまた巻きをですね、焼くことと、早いかもしれませんが、焼き芋2回失敗してますからね、挑戦したいなと思いますね。あとこの問題点とか月測は、こちらを終えてから書くようにします。まあ本当にこのシャーペンとこのバイブル設定書ですね、すごく心地よいんですよね。文字が書いてると非常に楽しくなる相性の組み合わせです。こうして昨年のページを見ると面白いですよね。こうして昨年の出来事を見返すっていうとまた面白いですよね。いろいろな思い出がまた蘇ってきたり、今年はよりこうしようというのが思い浮かびます。そしてこの、まあ、旅行した時 このもっとゆっくりな動き、5月でもゆっくりな動きって書いてるんですけども、もっとゆっくりにしたいなということ、意識を強くしようというのが、今回の、書き留めたことですね。5月にも、ゆっくり動くというのを書きましたけども、やはりこのもっとゆっくりな動きというものが、今回の、解決策、その意識を強くしようというのが、一番ちょっといいことかなと思いますね。そしてもこう疲れ気味になっちゃうんですよね、こうスケジュールを入れ込みすぎて。この辺をできるだけ2箇所に絞ってして、ゆっくりと動くっていうことをちょっと試していきたいなと思います。そしてあと美しくですね、もう一度大きく深呼吸してみましょう。はい、今回のこの昨年との比較、非常にこの有意義な時間だと。なかなか昨年を振り返るっていうのは見頃しないかなと思うんですよね。しかも、ピンポイントで何月頃何してたんだ、
すと分かって見えてくるんだろう、またその思い出がフラッシュバックしたりします。そういうものをまあ気づかせていただく比較表でもあります。そして今年、まあ、最近ではその一月先をですねどう過ごすか、そして1ヶ月後のですね1ヶ月前のですね、出来事を振り返って、もっとこうしようという解決策を、まあ、書き留めるページでもあります。これをすることによって、まあ、もう少し良い1年がですね、じっくりと丁寧に、過ごせるのではないかなという試みでもあります。皆さんも、一冊ですね、まあ、手帳、大切な大切な手帳というものを、まあ、位置づけて残して残すというのも、大事かなと思っています、うん、本当に心地よいですね。そしてこのワイブスライドのシャーペン、なかなか秋が来なくて心地よい関係性だと思います、まあ、このシャーペンと紙質の相性のマッチ、まあ合う合わないというです、非常に、今までの何本も変えたりしてますけども、ね、やっとこれに落ち着いています。もちろん時折、無地の、用紙の時はスケッチの時は、モンブランで使ったりします。そのようにケースバイケースで変えているんですが、基本はこのシャーペンというんですが最高ですね。皆さんもぜひ、昨年との比較ちょっと思い起こすのもいいかな。もしこの動画が良かったらチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。